心から信頼していた友人に裏切られ、複数の人たちが仕掛けた罠に落ちてしまいました。これ以上関係者や身内に迷惑をかけるわけにはいかない。だから少しでも早く芸能界から去るしか方法はありません。元俳優で現在は実業家として活動をされている成宮博樹さん、同性愛者であることが週刊誌にスクープされたため芸能界からの引退を決断したと言われています。その原因となったスクープは、一部の悪意ある人たちが自分のちっぽけな欲望を満たすため成宮さんを罠に陥れた結果だとも噂されているんです。実は成宮さんが芸能界で活躍をされていた当時から、すでに彼が同性愛者ではないかという疑惑は存在していましたが、そのどれもが何の信憑性もない噂に過ぎず、当時の芸能記者たちは成宮さんが同性愛者である証拠を血眼になって探していました。本当にいいの？僕本気にしちゃうよ。もちろん俺も前からひろきくんのことをいい男だなって思ってたんだ。ありがとう、僕嬉しいよ。それじゃそろそろ見せておっか。ぼっちりだぜ仕掛け人くん、おかげでいい特ダネが手に入ったぜ。しかしそんな芸能記者たちの思惑に反して、成宮さんはなかなかその尻尾をつかませてくれませんでした。そのためとある週刊誌の記者は成宮さんの飲み友達に大金を握らせることでハニートラップを仕掛けさせ、彼が同性愛者であることを暴こうとしたのです。そしてその結果、この仕事をする上で人には絶対知られたくないセクシャリティの部分もクローズアップされてしまい、自分にはもう耐えられそうにありません。今すぐこの芸能界から消えてなくなりたい。成宮さんの言う絶対知られたくないセクシャリティな部分とは、彼の性自認や性的指向のことを指しています。もしも日本が性的マイノリティに対してもっと寛容な国であったなら、成宮さんも芸能界を引退することなく今も俳優として活躍を続けられていたのかもしれません。歌手の氷川きよしさんは2014年頃に自身のマネージャーだった男性から週刊誌に向けてこのようなエピソードを暴露されています。君が僕の新しいマネージャー？あ、はい、右も左もわからない新人ですが、どうぞよろしくお願いします。元気いいね。僕元気のいい男の人は好きだよ。あ、ありがとうございます。ところで君、男性に興味ある？え？週刊誌の情報によれば、この情報提供者の男性は氷川さんにマネージャーとしてついている間、幾度となく自分と関係を持つことや氷川さんが進行しているエスカ学会への入信をしつこく勧誘してきたと証言しています。そしてそれから5年後の2019年12月、氷川さんはとある雑誌のインタビューでついに自身がジェンダーレス男子であることを告白しています。どうして今になってカミングアウトを？今まではみんなが求める氷川きよしに徹してきたけど、男らしく生きてほしいって言われると辛い気持ちになっちゃうんです。だから僕、私これからは自然体で生きていこうと思うの。だって私の人生はこの一回きりなんだから。時代劇ドラマ水戸黄門の拡散役でよく知られる大御所俳優の伊吹五郎さんにも同性愛疑惑が囁かれています。これは伊吹さんが必殺仕事人で俳優の三田村邦彦さんと共演をされた時のこと。五郎さん？ん？なんだい三田村君。いや、なんだいじゃなくてですね、どうしてさっきからずっと僕のお尻をサワサワしてるんですか？これは気づかなかった。無意識だ、すまんすまん。まさか伊吹さんって？おいおい、そんな顔しないでくれよ。ただの冗談さ、冗談。そしてまた別の日には、三田村君はお風呂は好きかい？ええ、まあでもうちのアパートは湯船が小さくて足を伸ばして入れないんですよね。そうかそうか。で、なんでそんなこと聞くんですか？実はうちの風呂を新しく改装してね。よければ今夜入りに来ない？なんなら俺が背中を流してあげるけど。結構です。絶対に言っちゃダメだ。言ったらやられる。どういう感じでうまく伊吹さんからの誘いをかわし続けていた三田村さんだったのですが、そんなある日、ついに伊吹さんは我慢の限界を迎えてしまいます。三田村くん、いいだろう、一回だけな。
やめて。大丈夫、痛いのは最初だけだから、天井のシミを数えてる間に終わるから。誰か助けて。逃げられたか。ちなみに伊吹さんは後日この時の件について記者に質問をされた際、説明できないのは好きなのかなと答えられています。お尻を狙われた三田村さんにとってはいい迷惑だったでしょうが、恋する乙女って感じでちょっと可愛いですね。俳優の玉木宏さんは芸能人としてデビューされる以前に新宿2丁目で同性愛者向けの大人のお店で働いていたことがあるという噂があります。ずいぶん高そうなホテルだな。今日のお客さんは相当な金持ちか。こんばんは、ご指名いただきました宏です。わざわざ遠いところまでありがとう。さあさあ遠慮せず入ってくれ。あ、はい。どっかで見たような顔だな。どこで見たんだっけか。ああ、俳優の風間徹？バレちゃったか。このことは誰にも言っちゃダメだよ。ちなみに、当時の玉木さんが勤めていたお店の常連だったのが、同じく俳優の風間徹さん。流れ玉のような紹介の仕方で申し訳ないのですが、実は風間さんも昔から同性愛者疑惑が囁かれている芸能人の一人なんです。そして、初指名以来、玉木さんのことがすっかりお気に入りになってしまった風間さんは、ヒロシ、お前芸能界に興味はないか？え、芸能界？芸能界に入ればこんな仕事をしなくても食っていけるようになるかな。はい、あります。そっか、じゃあ俺が芸能事務所を紹介してあげよう。ヒロシほどのイケメンなら社長も気に入ってくれるだろう。こうして玉木さんは風間さんの口利きで現在の所属事務所である葵コーポレーションに入所。なお同社の社長は葵照吉さんというジャニーズ事務所の元タレントさん。また葵さんはあのジャニー北川氏から同性愛的な意味での寵愛を受けていた一人と言われていて、玉木さんの前職にも一定の理解があったものと思われます。俳優で歌手の高橋克典さんはその見た目から一見男らしい人物のような印象を受けますが、実は男も女もいける口の二刀流の使い手だそうです。久しぶりのライブだったせいかまだ興奮が冷めないな。ああ、なんかムラムラしてきた。ねえ、カツノリ、今夜私の部屋に来ない？一夜を共にするには文句なしの美人だ。でもなんか違うな。なんか今日のお客さん男が多くなかった？いつも大体は女の人ばっかなのにさ。ああ、ここら辺はあっち系の男が多く住んでることで有名だからな。近所には発展公園まであるらしいぜ。な、何？発展公園だと？男。発展公園というのは、男同士の出会いを求める人たちが集まってくる公園のこと。夜にそこを訪れると、ベンチでイチャイチャしている男性カップルが、そこかしこに見られたそうです。あくまでも噂ですが、若い頃の高橋さんは、ライブで地方に行くたびに、現地の発展場巡りを楽しんでおられたんだとか。高橋さんは、ガタイもよく顔もイケメンですので、そっち系の方々にも、かなり表になったことでしょう。ここまでは同性愛疑惑のある男性芸能人をご紹介してきましたが、ここからはいわゆるガチ売り、同性愛疑惑のある女性芸能人たちをご紹介していこうと思います。グラビアアイドルとしてのデビュー以来、数多くの男性ファンたちを虜にしてきた女優深田恭子さん。しかしそんな深田さんの虜になってしまったのは、どうやら男性ばかりではないようで。ふざけんじゃねえよこの野郎、ギュン、舐めやがって、このメス豚が。お前みたいな奴はこうしてやる。いや、誰か助けて。はーい、カット。いい演技だったよ、二人とも。ごめんね、痛かった？いえいえ、大丈夫ですよ、このくらい。女優の北川景子さんは2013年に深田さんと映画ルームメイトで初共演。そしてこの映画の撮影をきっかけに深田さんとの仲が急接近したと言われています。それじゃあ続けてキスシーン撮るよ。3、2。ねえ、私とチューしてみる？え？何この柔らかい唇、何このいい香り、こんなの、こんなの。
ューの味は、癖に、ないや。実は深田さんと北川さんは、映画、ルームメイトの公開以降、4年間の長きにわたって一切共演することがありませんでした。これは、北川さんが当時、女性共演者キラーと言われていた、深田さんと深い関係になってしまうことを、北川さんの所属事務所が恐れたため、と言われています。ちぇ、恵子ちゃんをこっち側に引き込む作戦は、失敗か。でも別にいいか。私には他にも、たくさんゆりともがいるし。しかし、北川さんのケースなんてものは、まだまだ序の口。芸能界には、もっと本格的に深田さんの虜になってしまった、大物芸能人も。歌手の宇多田ヒカルさんは、2021年に自身がノンバイナリー、つまり自分の性自認が男性、女性という性別のどちらにもはっきりと当てはまらないことを告白されていますが、実は宇多田さんのこの考えには、ある人物の存在が大きく影響しているのではないかと噂されているんです。そろそろ次の曲のことも考えなきゃな。でも、いまいちいいテーマが浮かばない。ヒカルちゃん、お待たせ。ああ、京子ちゃん、久しぶり。何言ってんの？この間も会ったばっかりじゃん。ああ、そうだっけ。そう。その人物こそが、あの北川景子さえも落としかけた、女性共演者キラーの深田京子さんだったのです。どうしたの？せっかくのオフなのに、暗い顔しちゃって。いや、実はさ、新曲のテーマがなかなか決まんなくて。なんだか大変そうだね。私に何か手伝えることある？どうだろう。こういうのはインスピレーションの問題だからな。へー、インスピレーション。そうか、わかった。ヒカルちゃんが今まで一度も経験したこともないような特別なことをすれば、インスピレーションも降ってくるんじゃない？何それ。そしてその後、深田さんが宇多田さんを連れてきた場所というのが、好き好き、愛してる。私もだよ、ハニー。なんなのここ？レズバーだよ、知らない？そりゃ存在くらいは知ってるけど、それよりなんで私をここに？決まってるじゃん。ヒカルちゃんがこれまでの人生で一度も経験したこともないような新しい世界を見せてあげるためだよ。この日以降、二人が手を握り合って歩いている姿や、同性愛者の集まるバーで仲睦まじくお酒を飲んでいる姿がたびたび目撃されています。もしかしたら宇多田さんと深田さんはこの時、性別を超越した関係に発展していたのかも。宇多田さんと同じ歌い手である河原智美さんに同性愛者疑惑が浮上したきっかけは、宇多田さんのそれよりもかなり複雑です。お願い、私を捨てないで。うっせえ、お前の愛は重すぎるんだよ。それにいつも陰気くせえし、もう付き合ってられっかバーカ。どうしていつもこうなの？河原さんはグローブの恵子さんに当時の交際相手だった小室哲哉氏を略奪婚されて以降、とても男運がいいとは言えない日々を送っていました。そしていつしか河原さんは抗うつ剤や精神安定剤に依存するようになり、その身も心もボロボロの状態に陥ってしまうことに。きっと私は生きてる価値のない女なんだ。だからいつも男に利用されて捨てられるんだ。もう疲れた。どれだけ頑張っても幸せになれないなら、いっそここから。ダメ！きゃ、マネージャーさん。どうして私がここにいることが？部屋に行ったら、カラさんの姿が見えなくて、もしやと思って屋上に来てみたら、やっぱり、何考えてるんですか？バカなことはやめてください。うるさい！どうせ私なんて、誰にも必要とされてない人間なの。ならいっそ、このまま楽にさせてよ、このわからずや。キュー、そんな悲しいこと言わないでくださいよ。ガラさんのことを必要としてる人間ならここに一人いるじゃないですか。泣いてる？もしかして私のために涙を流してくれてるの？ガラさんが
自分を支え尽くしてくれた女性マネージャーに恋をしたのは、辛い現実を忘れるための現実逃避のようなものだったのかもしれません。しかし、その現実逃避のおかげで、その後の香原さんは少しずつ元気を取り戻していきました。結局、香原さんはその女性マネージャーさんと一時的に特別な関係にまで発展するも、後に関係を解消しています。とはいえ、そんな同性である女性マネージャーとの恋愛が最も辛かった時期の香原さんの心を支えてくれていたことは紛れもない事実です。男性不信から同性愛に目覚めたという経緯だけで言えば、女優の松下由紀さんも香原朋美さんと似た者同士と言えるでしょう。誰よその女。マイリトルラバーのあんこです。よろしく。俺、お前と別れてこの子と結婚することにしたんだ。なんですって。悪いな、ユキ。俺、30を超えた年まで興味はないんだ。ぴ、残念だったね、おばさん。ひどい。私が今までたけしさんに尽くしてきた時間は何だったの。当時、松下さんは有名な音楽プロデューサーである小林たけしさんとお付き合いをしていたのですが、結婚目前というところまで来て他の女性に略奪され、その心に深い傷を負うことになってしまいました。そしてその時の心の傷が原因で、松下さんは暴飲暴食を繰り返すようになり。ゆきちゃん、また太ったでしょ。え、そうですか。太った。映画の撮影に入ったばかりの頃とはまるで別人だよ。困るんだよね。これじゃ前に撮影した絵と繋がらなくなっちゃうじゃん。すみません。ああ、女は恋をすると綺麗になるって言うけどね。ゆきちゃん、最近恋してないでしょ。恋愛か。でも、私の心には、まだたけしさんに捨てられたトラウマが。さらに、8年間も交際をしていた婚約者に冷たく捨てられてしまったことで、当時の松下さんは男性恐怖症と呼べるほどに男性との恋愛に対して奥手になってしまっていたんです。しかし、そんな松下さんはこの時、ある起死回生の策を思いつくことに。私、女優をする前はダンサーをしていたけど、あの業界は意外と同性愛者も多かったのよね。今まで試したことないけど、私も案外いける口なんじゃないかしら。ゆきさん。やっぱり思った通りだったわね。下半身でしか物を考えられない男なんかより、気が合う女性の方がずっといいわ。ちなみに、松下さんの同性愛疑惑が表だって噂されるようになったのは、笑っていいともでのおすぎとピーコさんの、あんたはこっち側の人間でしょという発言が元だそうです。お姉には同類を見抜く才能があるなんてことをよく言われますから、松下さんが同性愛者であるという噂も信憑性が高そうですね。2014年に俳優の田中哲司さんとご結婚され、2018年には双子のお子さんを出産されている仲間由紀恵さんですが、この方も過去に同性愛疑惑のあった女優さんの一人です。そしてそんな仲間さんの熱愛のお相手と噂されていたのが、甘色の髪の乙女やパピオンなどの楽曲で知られる歌手の島谷ひとみさんでした。え、二人きりでの旅行は初めてだね。うん、楽しみ。しかし、二人が仲良くなった当初は島谷さんにその気はなく、仲間さんが一方的に島谷さんに続婚だったんだとか。はい、着いた。ここが今夜私たちが泊まる部屋だよ。え、ダブルベッド。何か問題でも。いや、さすがに二人で一つのベッドってのはおかしくない。あはは、もうそんなに警戒しないでよ。ちなみに、島谷さんと交際をしていた頃の仲間さんは、テレビや映画のスクリーンで見せる落ち着いた雰囲気とは真逆のわがまま彼女ぶりを発揮していたようですよ。え、外食？今から？うん、最近は二人とも忙しくてなかなかデートできなかったから、たまには外でご飯でも食べようよ。あー、ごめん、今日はこれから美容室に行く予定が。やだやだやだ、ひとみちゃんとご飯行きたい。美容室の予約と私とのデート、どっちが大切なの？はいはい、わかったよ。キャンセルすればいいんでしょ。
その後仲間さんは田中哲司さんとご結婚されることになりますが、島谷さんとの交友関係は現在も変わらず続いていて、一部の業界関係者からは島谷との関係をカモフラージュするための偽装結婚だなんて噂をされているみたいですね。芸能界って案外同性愛者が多い業界なんだな。日本では戦前まで主導、いわゆる男色が割と当たり前のように受け入れられていて、特に歌舞伎や映画界などでは主導を収めてやっと一人前と言われる時代もあったそうです。つまり芸能界と同性愛は切っても切れない関係だってことか。これが本当の芸能界。